はい、詐欺好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、またね、こちらです。氷結のアイススムージーのパイン味。パイナップル。アルコール度数 5% で、果汁が 2.1%。原材料が、パインアップル果汁とアルコールと糖類と酸味料と、グリセリンと香料と安定剤と、甘味料ですね。ということで、もうだいぶ柔かくなったんで、いただきます。うん。これ最初に、溶かした後に、最初にこれ飲むと、飲んだ時に、ものすごい濃い液体が出てくる。ものすごい甘い。うわ、甘っ。うわ、えぐい。なんか、えぐいっす。ものすごいえぐい。ん？あ、出てこんな。あれ出てこない。あー冷たい。あれ出てこないぞ。なんかあれなんだよね。詰まってるのか何なのか知らないけど、シャリシャリのタイプのやつが出てこないんですよね。こう、シャリーっとしたやつが。うわ、甘っ。えぐいなぁ、これ。味が。全然出てこない。詰まってんのかな、これ。なんか詰まってるくせんだよ、これ。もうちょっとあれなのか。全然出てこないね。ちょっと、振るか。全然出てこない。うん。あ、出てきた、出てきた。うん。うん。うん。あれやな。ライチャージの方がうまいな。こっちはなんかえぐい。味、えぐみがある、なんか。これは売れねえな。これ絶対ライチ味の方がうまいね。なんかね、えぐい。うん。どう見てもね、なんかね、
独特のえぐみがある。そしてね、詰まる。ものすごい詰まる、これ。なんだこれ。欠陥品か、これ。アイススムージーとか言ってるのに液体しか出てこないんだけど。どうなってんの、これ。全然スムージーじゃないよ、スムージー。これ欠陥品ね。これ、パイナップル味欠陥品だな、これ。なんかね、詰まってね、液体しか出てこない。しかも、めっちゃ濃いやつが出てくる。めっちゃ甘いやつが出てくる。血管ですね、これ。血管品。これもうちょっとこれ、キリンはもうちょっとこれ、アイスの、なんだ。どこだっけ？クーリッシュの会社の、あれを勉強した方がいい。クーリッシュの会社の、なんだあれ、明治とかか。あそこからちょっと、製法パクらないと、マジで、あれだぞ、こんなの、製品になるレベルじゃないの、これ。本当に。これはひどいですね。はっきり。もはや、スムージーですらない。ただのジュース。溶けたジュースみたいな感じになってる。なんだこれ。全然あれじゃん。スムージーじゃないじゃん、これ。ふざけんなよ。これ大体あれなんだかな。ここら辺で詰まってんだかな、これ。氷で。吸うとさ、ここにさ、ここに詰まんの。氷が。で、液体しか出てこない。全然シャーベット感ない。これはひどいですね。これはひどい。これダメだ、これ。全然ダメ。味もまずいし。これはひどい。甘い。香りは、ライチの方が明らかにうまいですね、これ。これは買う価値ないでしょ。買うならライチ買った方がいいわ。全然ダメ。2532です。ご視聴ありがとうございました。